はい、皆さんこんばんは、ワドです。今日はですね、2018年4月の29日朝の3時56分です。よろしくお願いします。いきます。湿度高いな。止んでますね。iPhone が質悪いよな、本当に。はい、こんばんは、エルビン。iPhone は画質ひどいよね。一眼使うようになってね、 iPhone でこう撮影するのすげえ嫌悪感が出てきた。こんなフレアが出るんだろうな。すごい、このザラ、暗いところで撮るザラ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 ってなるでしょう。これが要は露出が高い状態なの。要は ISO 感度っていうのを無理やり上げて撮影してるから、こういう悪い画質になっちゃうの。こういうのを防ぐための撮影方法とかいっぱいできる。だんだん分かってきた。暗いところで撮る iPhone 見れたもんじゃないよね、特にインカメラは。どこで撮ろうかな。はい、セフィーいらっしゃい。今から夜景を撮りに行きます。今日は風景写真だね。今日は風景を撮ります。ツイッターにアップするんで、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。SF チックな撮影を撮ろうと思ってます。ゆうこさんいらっしゃい。SF っぽい写真を撮りたいですね。雨降らないといいけどな。
車が欲しくなるね。機材の荷物が多すぎて車が欲しくなる。さっき雨降り始めちゃったから帰ってきちゃったけど、雨降らないことを祈ります。いい写真が撮れるといいな。あー、ありがとうありがとう、ゆうこさん花火ありがとう。たまにはカラオケ配信も。おー、みのむしさんいらっしゃい。夜景が綺麗なところ探しに行く。みのむしさんお疲れ。ねえ、カラオケ配信最近やってないね。カメラの練習っすね。あ、また雨降ってきた。ドルさんのディスひどい。ドルさんがなんか言ってんの。俺ドルさんにディスられてんだろう。そこがよくわかんないね。何様なんだろうね。死ねばいいのにって歌ってる。
ひどいね。応援してくれる人いっぱいいんのに。だから最初から花火なんか投げてもらえないよ。一生懸命やることやって認められて初めて花火投げてもらえるんだよ。花火が上がらないのはリスナーさんのせいじゃないよ。そう思いません。やらないと小好きって言われちゃう。トキさんいらっしゃい。落ちるところまで落ちちゃうな。ダークサイドに落ちたんだ。いや悪口はダメだよ。あの悪口を言うと全部自分に返ってくるから、悪口を言うと損するのは自分なんだよ。周りも傷つけて自分も傷つけるから、うん、一つの悪口で二人傷つくんだよ。人を褒めればいいのに。月が綺麗だな。月撮るよ今日。月がものすごく綺麗なんだけど。え、満月じゃん。月撮る？ちょ、月1枚撮っていい？月1枚撮っていいっすか？すげえ。ちょ、写真1枚撮らせてください。ちょっと待ってね。あー、携帯持ってるから。ちょ、携帯置くね。写真撮るわ。この月はやばい。ちょっと携帯置くよ。一回、ちょっと待ってね。あー、隠れちゃったよ。ISO感度を50。ISO感度50の、ファインフォーカス、シャッター速度、シャッター、ISO 上げるしかねえな。1500。月が消えたな。月隠れちゃったわ。これだよ、これ。月消えた。これ。要は、この、今準備してる間に雲に隠れちゃった。だ、動物はもっとさらに速いのね。こういうレベルなの。こういうレベルなんですよ。iPhone、出てきたよ。あ、もういいや。悔しいでしょ。こういう世界っす。これが写真の世界っすね。悔しいな。結構降ってる？いや、今雨は降ってないけど。
あー出てきたよ月、どうしよう、撮ろうかな、どうしようかな、月撮ろうかな、他に撮りたい風景があるんだけど、いやーもったいねえな今の、すげえ悔しいよ、あー今を撮りたかったな、霧雨降ってない、全く降ってない、でいつ降るか分かんないからちょっと怖いっすね、あれどこだったっけ、トンネル、トンネル撮りたいんだよな、どっから撮影してたっけな、あれトンネルがあるのはこっちか、こんばんは、水滴ついてる、あ、じゃあこれ水滴じゃなくてフレアっていうやつで、あ、水滴か、水滴かな、これ水滴じゃないんだよ、光のフレアって言って、あの水滴ではないんだよね、水滴だったか、フレアだね、でもね夜撮るとザラ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 するの、これフレアっていう現象ですね、これは、あれどこだったっけ、すげえ綺麗なスポットあるんだよな、ここかな、あれどこだったっけ、あー違う、ここの下の道路だから向こうだ、向こうか、あー向こうの陸橋だ、ちょっと待って間違えた道一本、最悪、都庁都庁、あー一本間違えたっぽいな俺、あ向こうの桟橋だ、失敗したな、ちょ移動するわ、間違えた俺が、いや日が出てるわけじゃないよ、真っ暗っていうか、その街が明るいから雲がかかってると反射するの、雲、低い雲に光が、だから昼間みたいに明るく見えんの、だから眠らない街っていうのはそういうことなのよ、曇ってると明るいの、街中のその街灯が照り返すから、そういう現象だね、分かってきた、土地勘が、この下だ、この下を撮るんですよ僕今日、今立ってるところの下の道路を撮るんですけど、そうするにはもう数百メーター、だから新宿の俺の住んでるエリアこれくらいの明るさっすね、常に、あったあった見えてきた、ここを撮ります、今日のスポットはここです、これを撮ります、星とか全く見えないよ、今日はこの道路を撮ります、今日の被写体は、みんなよく覚えといて、この道路撮るからこの風景覚えといて、ホットシューってどこだろう、ホットシューってな、あーごめんなさい、延長します、アイテムお願いします、延長するんでアイテムお願いします、もう延長チケット切れたんで延長します、アイテムお願いします、ホットシューがどこだかわかんないな、専門用語はまだ覚えてないんだよね、ここだここだここだ、見つけた場所、ここで撮りたかったんだよ、
ストロボつけるとこ水に弱い。了解。これ上に上がるにはどうしたらいいんだろう。いい写真。雨降ってきた。最悪。あーもうイライラすんな。なんでこのタイミングで雨降ってくんだよ。もうさっきと同じだわ。うわ雨降ってきた、雨降ってきた。最悪。マジか。どうする。あ最悪。雨降ってきちゃったよ。雨宿りする？もうついてねえな今日。雨降ってきちゃった。あザーザー降りだよ。マジで？最悪。あ結構降ってるわ。どうしよう。あ電波ある？あイライラすんな。雨宿りするわここで。午前中雨なの。いやさっきもこれもう3回目だよ今日。最悪だよマジか。雨止まねえかな。最悪。音がひどくなってきた。うわ帰れねえわ。うわマジか。最悪。マジか。いやここで雨宿りするわ。雨宿りなんか小学生ぶりだよ。いやへこむな。なんか今日ついてねえな。全然練習にならないもん。どうしよう。雨電波ある？大丈夫？ここでしばらく雨宿りします。電波はありますか？電波あったら教えてください。電波大丈夫？電波 OK。 昼まで雨かよ。昼まで雨。ちょっとないな。いや、なんか雨の中でも、なんかこの暗い中で撮るか。
しまうから今日撮りたい絵は撮れないな。今日狙ってた絵は撮れないね。悔しいけどしょうがない。
すごいね。シャッターを押してからこんなに時間かかるんだよ。雨入ってくるな、ここ。最後にするわ。撮りました。3枚ぐらい撮りました、ここで。これだと勉強にならないんだよな。3枚撮りました。こんな写真です。見えるかな、見えるかな、見えないかな、見えない、映らないね。最後の1枚いいですね。すごい綺麗。雨止むまで待ちましょう。雨止んだら速攻取りに行こう。風景も撮りたいけど、自分も撮りたいけどね。これカメラ回してるときは自撮りはできないから、これがリモコンだから。今日は風景メインで何枚かお気に入りのショットを撮っていきたいと思います。びちゃびちゃだからジーパン濡れたくないし、最悪だよもう今日。あ、一個あった、屋根があるところで一個撮りたいところあった。移動する？あったわ、あったあった、ここ絶対撮ろうっていうところあったわ。今の時間ちょうどいい、誰もいないから行こう。あったあった、撮りたいところあったわ。移動します。あったわ、そういえばあそこがあったじゃん。バーッと移動しちゃいます。移動するよ。あれ見えてんのこれ、放送コメントないけど。あのすげえ空間があったわ。コメント見えてますか？放送つながってるよね、大丈夫だよね。見えてる？あ、アスノさんどうもどうも。
この前ありがとうございます。雨天敵っすね。工事中か。今後ともよろしくお願いします。夕方約束してたのに俺が寝坊して夜まで待ちぼうけさせてしまったんだよ。ここを撮りたかったんだよ。この道路を撮りたかったの。ここ光がファーって走るところを撮りたかったの。なんか違うな、なんかイメージと違うな。ここどうかなって思ったんだよね。この写真一枚撮ってみようか。奥か向こうから撮った方が面白いな。ここハリガミがダセーな。いいっすよね、張り紙が。あ、こっち側からの方が張り紙だせえな。ここっすね。これね、鼻声なの生まれつきなんだ。風邪はひいてないよ。こういう声なの。
あんまりでもうまく撮れない。あ、延長するんでアイテムお願いします。延長したいんでアイテムお願いします。
アイテムありがとうございます。アイテムありがとうございます。延長したいんでアイテムお願いします。皆さん延長チケットないんでよろしくお願いします。アイテムもらえないな。一枚いいの取れました。一枚取れました。いいのがこんな感じです。花火ありがとう。ともちゃん延長します。ありがとう。はっ、標準ですね。ともちゃんハートたくさんありがとう。雨やんだかな。
およう。おはよう。おはようございます。撮ってるよ。今できた作品はこれですね。見えないかな。これ今撮った作品、後でツイッターにあげます。ありがとうヨセミテさん、ありがとう。サンキュー。おはよう。みんなアイテムありがとう。みっこさんもハート、あの風船ありがとう。みんなおはよう。ドライもおはよう。場所変えるか。吸いたいけどな。雨降ってるから移動できないしな。参ったね。タクシー乗って帰るか。はい、話せ。
みんな死ね死ねって書いて、みんな死ね死ねって書いて、みんな死ね死ねって書いて。死ね死ねって書いて、みんなで死ねって書いて、あれ見えてんのか、死ね死ね死ねって書いて、協力して全員で死ね死ねって書いて、あれなんで書いてくんない、誰も死ねって書いて、漢字で死ねって書いて、漢字で死ねって書いて、漢字で死ねがいい、あ死ね書けないのか、いいや444でいいや、444でいい、444と書いて、444って444、もっと書いて、もっと書いて、 OK、 サンキューありがとう、もう大丈夫だ、作品ができた。これは配信者しか撮れない写真だよ。みんなのコメント、あ要はみんなの iPhone を被写体に撮ったの、 iPhone を被写体に撮ったの。雨止んだかな。あとでツイッターにあげるよ今日の作品は。暑いね。どうしよう。タバコ吸いたいけどな、ここで吸うわけにもいかないしな。だんだんでも分かってきたかな、磯がこうする、シャッタースピード、シャッタースピード、シャッタースピードって通常だとどれくらいでみんな切るの、普通に切るとき。 F 値がまだよく掴んでねえな。シャッタースピードどれくらいできるんですか、みんなは。まあなんか変な質問だけど、人物を撮る場合、動物とか人物撮る場合、シャッタースピードどれくらいで切れます。難しいな。
250分の1そんなか。250ちょっとやってみよう。250暗っ。本当に250で、え、ISO どれくらい、250で ISO どれくらい出すの。3200とかになっちゃうよ ISO が。え、これ無理じゃない、3200とか。 F 値はどうすんの。 F 値 3.5 で250ってこれ真っ暗じゃん。真っ暗だよ。ジュンさん250で切ってんの、シャッタースピード。マジか。60でどれくらいだろう。60でも十分じゃね。この光量なら60分の1ぐらいかな。60が今ベストだったの俺は。60で ISO 2500まで上げてる。まあ2000でもいけるかな。 ISO 2000 の F 値 3.5、 まあ60、50ぐらいでいいと思うんだけどね。三脚使うなら60で OK か。あー、そっかそっか、手ぶれか。F 値は開放だとボケる。 F 値どれくらいで設定すればいいの。ぼかしたいから俺開放 3.5 で使ってるね。シャッタースピード 63.5、 ISO の2000だね。これちょっと暗いかなって感じるぐらいかな。ISO は下であれば下であるほどいいでしょ。 ISO は低ければ低いほどいいって覚えとけばいいでしょ。合ってるよね。 ISO は低ければ低いほどいいんだよね。違うのかな。ISO を上げたらダメなんだよね。おお、わかず、お、サムネ変わった。静かねえ、いらっしゃい。いいじゃん、相変わらず綺麗だね。ISO は低い方がいいんだ。いいな。ザラザラするってことだよね、要は。あ、でもすげえな、全然幻想的だわ。花火ありがとう。もうポートレートはレタッチしてほしい。まだね、レタッチは俺わかんないかな。レタッチはまだやんない。まだそこまでに達してないですね。
ありがとうございます。ジュンさん頑張ります。今日ツイッターに写真あげるんでね、あの今日撮ったやつ気になる人はあのツイッターフォローしてください。今ね30秒のシャッター、なんかね、思ったのがね、被写体があって風景は無理だわ、俺。風景は向いてない。被写体があったりする方が、多分、俺は得意かな。人物撮ったりとか、物、対象物があった方が好きっすね。難しいわ。ホワイトバランス、ホワイトバランスも変えられるんだけど、ホワイトバランスオートになってたかな、これ。それは後で、奥が、あれ、奥が深いじゃなくて、ホワイトバランスが後でいじるもんじゃないの？フォトショップの段階でいじるんじゃないの？違うのかな？写真撮る段階でもやるんだろう。お前が買ったわけじゃないだろ。あ、延長してます。アイテムお願いします。延長チケットがないんで、アイテムお願いします。よろしくお願いします。カメラでいじるの？ホワイトバランス。あー、マジか。保存はね、JPEG とロー、JPEG とローの2種類保存してます。カズチ、俺に花火何発投げたことあんの？俺に何発投げたことあんの？後で調整した方が楽。湿気やばいね。ありがとうバカ、ありがとうサファイアちゃん、ありがとうね。いつもレンズで面白いの、レンズはね、標準レンズのこれしか持ってないですね。僕は単焦点と広角が欲しいなと思ってます。今はあのね、カメラの使い方を覚えないと、あの映画なんてとても無理だから。これで照明だったりとかカメラの使い方勉強してんの今。無理無理無理。なんかただ動画回せばいいってもんじゃないから、この世界。なめてんのはお前だよ。そんな甘い世界じゃないよ。単焦点が一発欲しいね。レンズ沼っていうか3本はあの必需品ぐらい。3本は絶対必要。延長したいんでアイテムお願いします。皆さんよろしくお願いします。これで動画撮ります。はい、このカメラで動画撮りますよ。ありがとう静かね、花火ありがとう。静か姉ちゃんとサファイアちゃんのアイテムで延長します。ありがとうね。ご覧の番組はサファイアさんと静か姉さんの提供でお送りします。ありがとう。
多分ね、俺はね、広角の前に単焦点があるシグマの単焦点かな。ソニーのレンズって評判どうなの？炎上したよ。ありがとう、さすが姉ちゃん。炎上できました。ありがとうございます。雨止んだかな。雨止んだかな。タバコ吸いたいんだけど、ちょっと雨見てくる。雨見てくるわ。なったけどまだやまないね。純正の方がいいんだ。シグマ単焦点はシグマがいいっていう風に教わって、3、4万で買えるやつがあったから。レンズはね20万ぐらいする。純正は純正16万とか20万とかしますね。望遠レンズは買わないっすね。僕は望遠レンズは買わないっす。久しぶり。おはよう。みんなおはよう。ニキビができた。純正はレンズ補正が効くから。あ、まあ奥が深いよね。レンズ沼にならないように気をつけるわ。うなちゃんマンみたいになりたくないからレンズ沼にならないように気をつけます。どうやって帰ろう。どうしようかな。あ、マジだ。いや、カメラ好き集まってきてくれて嬉しいよ。嬉しい。使ってなんぼっすよね。動画っつうかカメラは使わなかったらただの飾りだから、もうバンバン撮ってやろうと思って。だね、今はもういいかな。ここの場所はいいや。タクシーで帰れるけど、こういう感じで1000円とか使いたくない。貧乏性が抜けないんだよね。貧乏性が抜けない。コーヒー飲みながらとりあえずタバコ吸いたいね。コーヒーとタバコが吸いたい。あとカメラバッグ買わないと。カメラバッグとカメラホルダー、もうこのストラップがうざくてしょうがない。ベルボンの三脚だとダメだな。限界だなこれ。わお、花火ありがとう。
チュッチュ静かねえチュッチュ静かねえしあれだよ白髪すげえ似合うじゃんモデルさんみたいな顔してるからねいやいいよいいよいいよ生活費今もう本当この3日間1000円だから8時間雑談して1000円だからその飯代にさせてもらうわマジ最近また花火上がんなくてカメラ買ってもらったのはいいんだけどさ生活費が足りないからこの3日間もう花火2発だよ8時間で結構やばいでしょ焦点距離と単焦点あればいいんだねそれなら90からご飯代にさせてもらうわっていうか家賃代かなとりあえずありがとう焦点距離ねめちゃめちゃ近いレンズだと思うすっごい近距離で撮る近距離まあこの辺ぶわってアップで撮るようなレンズだと思う幸せ撮りたいものが撮れた時幸せだねなんかうわーってなんかあと自分の想像を超える時があって追いかけてる感じだねこういう絵が撮りたいっていうバッグついてなかったっすねこれはバッグもらってないなんかたまにうわっていう時あるんだよねなんかこれ俺が撮ったのっていうでもなんか不思議なんだけど一番最初に遊んでて撮った時が一番綺麗に撮れてた要はもう分からず機能とかも分かんないあそれあれかただマニュアルセットオートフォーカスだからか一番最初に買った時よく撮れたってそれさソニーのオートフォーカス機能が優秀だってだけじゃねえかな恥ずかしい今のマニュアルに設定してから写真悪くなったってことじゃんそれうわ今のはずいな初っソニーが優秀だっていう話だね今の悲しいよなオートフォーカスで撮るか今気づいちゃったよ悲しいことに俺の腕じゃなかったっていうえ何を撮ったそっち撮ってない撮ってないどこ撮ったこれ撮ってた俺とえ撮ってたんだねえ何撮ってたんだね撮んない撮んないやられちゃう何がやられんの絶対にやられないと思うんだけどいやホームレスがいるからそこ俺ら撮ってんじゃねえよっていう、うん、やられないでしょあ、それでザラザワ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 してたんだ、うん、撮ってないそうね、純真無垢な時が一番いいねあ、どうすっかな浅井さんの名前出したら大体通るから神様だから、うん、盗撮はしないよしてねえっつも、うん、一枚もないわ見せれるわいくよいくよほらほらないでしょこれはそういうことしません盗撮とかないでしょ歩いて帰れないんじゃなくて雨降ってる感じうんいやもう汗ダクダクだよ汗ダクダク広角レンズがなんか変なんか iPhone おかしいんだよね最近俺は盗撮とか嫌いだもんあの配信許可もちゃんと取るでしょ絶対そういうマナー違反やんないから配信長く続けていくにはそういうことをちゃんと守らないと
配信者としての寿命が縮まる。なんかレンズダメだなこれ広角な、ゴミがすごい。はい、じゃあどういった撮影になりますか。どういった撮影、いや雨宿りしてて普通にあのツイキャスみたいなことやってるんですけど、はい、はい、すいません、ちょっとこちら、はい、一応ちょっとま、あのあそこ行けばいいですか。じゃあ、ね、はい、わかりました。あ、はい、わかりました。はい、レンズ歪んで鼻曲がってんのはデフォだわ。そう、鼻と性格が曲がってるのはデフォルトだから、別と別の角度で別行こう。いや税金で建てた都庁でなんでダメなんだよな、それおかしいだろ。あ、雨止んだかな。雨止んだ、雨止んだ、タバコ吸おう。雨止んだ、雨止んだ、あ、止んだ、止んだ。うるさい場所っていうか都庁だね、うん、都庁よ、知らないこの敷地内では撮るなって。うるさい場所っていうかどこでもうるさいよどこでもうるさい今のご時世。タバコ吸おう。もう朝になっちゃったね。朝になっちゃった。暑い。いやいや、配信者だよ。配信者でもよく言われるもん。ジャーナリストには見えてないですよ。今カメラ引っ込めてるから。セミギャン鳴きだよ、セミギャン鳴き。こんなジャーナリストいない。まあ赤い髪のジャーナリストはいないだろうな。まあいないだろうね。そうそう、練習してんの。昨日朝起きて夜の12時家出た瞬間に、あのなんだ、家出た瞬間に雨ザーザー降りになって帰ってきて、で雨止んだから出てきた。そしたらまた雨が降ってきたみたいな。まあ晴れてる日にやろう今度は。セミすげえな。あ、ヘリ迎えに来たの。うん、ドラえもんチップ置いてってよ、チップ、いつものやつ置いてってよ。またヘリ移動かよ。さすが和道リスナーだな。さすが和道リスナー。暑い。え、なんかトイレが綺麗になってる。あ、すげえ、トイレがすげえ豪華になってる。あ、暑い。おはようございます。はいはい、いつものありがとう。アイテムに始まりアイテムに終わるのだ、うん、あー、ここすげえな。いつになるのか楽しみしてて、やばいやばい、レンズやばい。あー、これやべえな。木から落ちてますよね、はい、風ですよね。風です、うん、あの真ん中のところは全然やるけど、そうですよね、ね、うん、あっ
暑い。今日は暑くなりますよ、またね、雨上がりですよね。昼間にあれですよね、台風上がるんですよね。もうこれ上がりっぽだと思います。あ、もうこれで上がりっすか。これで上がりっぽだと思います。多分よかったよかった。予想が当たれば、うん、もう上がりっぽだと思います。まあ、たまに雨が降るかもわかりませんけど、風は全くなくなりましたもんね。うん、ですよね。昨日の夜は風邪できましたから。うん、まあ、本当に申し訳ないけど、この辺は被害がなくてよかったですよね。うん、この方は大変ですよね。いや、大変ですよね。本当、被害に遭われて。ね、うん、どうぞごゆっくり。はい、どうも。すいません。警備員の方、うん、そうそう、スーパースターだからね、声かけられる。世界の和道だから、いや35までに完成すればいいかなと思ってるかな。映画自体は35歳に完成予定で、35歳の年に日本全国回って、試写会やりたいね。プレミア試写会。再来年だね。まあ、とりあえずお金ね、集めることと、カメラ勉強することと、あと撮影と台本と、あとはスタッフさんと出演者集めることと、最後に編集だね。だんだんイメージできてきたね。やっぱやり始めるとイメージ具体的になってくね、どんどん。だから同時並行で全部やっていくけど、うん。なあ、まあまあ2年あるから、2年間でゆっくり300万、トータル300万集めることと、まあ35歳までにね、なんとかゴールできたら、まあ限られたその中で全く初動作で1本目2年かかってっていうのはいいペースだと思うよ。頑張れよ。ありがとう、サンキュー。だ、2年後に見に来て、カズッチは俺の舞台挨拶聞いて。うん、ありがとう。俺の舞台挨拶見に来てよ。どうもこんにちは、世界の和道です。修行としては全部行くから。なんだよ、来てくんねえのかよ。帰ろ。鳩いっぱいいるわ。朝バト。コーヒー買おうかな。タリーズねえじゃん。セミうるさ。あー、セミ死んでる、かわいそうに。そうそうそう、映画撮ることは誰でもできるんだよ。そうだけど、どういう思いで、どういう技術で、どれくらいお金かけて、どれくらいのスタッフで、そういうのは全部決めるの監督だから。そうだから、10万円で撮れるって言ってる人は10万円で撮ればいいし、俺はゆっくり時間かけていいものを作りたいんだよ。頑張るよ。
だからよく叩かれるけど300万もいらねえとか、そういうやつは自分で撮ればいい。もうバカみたいに iPhone で撮ればいい。見てやるから。評価してやるよ。そこまで言うんだったらね。やってないやつに何か言われたくないよ。おはようぞ。台風ね、今もう過ぎ去ったかな。あ、もちろんもちろん、あの劇場とか借りるから、劇場借りて公開するから、通常の映画料金はあの落とさないと借りれないよ。ライブハウスみたいな小さいシアター借りてやるから、入場料無料とかはできないよ。それは俺が決めるわけじゃないから。あれはね、俺が撮ったわけじゃないよ。うん、俺が撮った写真はあの今日あげる。昨日の写真はあの俺の作品じゃない。俺がモデルになってるだけ。だから俺の技術じゃないよ。ツイッターのやつは。壁寄りかかってたのあれはだから俺が撮ったわけじゃない。俺モデル。あのね、壁にタバコ吸いながら壁に持たれてるのはお腹がね、ダプンってなってるところが見どころかな。よく見るとね、お腹がダプンって出てるから。今日18時からライブ頼まれてる。ライブ頼まれてるってどういうことっすか。ライブ頼まれてる。ライブ頼まれてるってなんだろう。徳明さん、おはようございます。バンドの撮影どこっすか。6時起きられるかな俺。でもなんか興味ないバンドだったらなんか嫌だな。興味あるバンドとかだったらいいんだけど。八王子ですか。あー、やめときます。ありがとうございます。知らん、混みそうなんですよ僕。だから知らない人と会うの怖いんで、プルプル震えるんで、やめときます。今日もあげるよ。のんちゃんを撮ったのは俺。のんちゃん撮ったのは俺だよ。あね、でもね、あれはね、オート機能で撮った、普通に撮ったやつだからね、ソニーのカメラの性能だね。簡単に言うと俺の腕じゃない、あれは。かっこいい写真って撮ったの浅藤さんだよ。ハズチ、あれ撮ったの浅藤さんだよ。のんちゃんね、今髪の毛バッサリ切って可愛くなったよ。暑い。あ、 LINE 全然いいよ。 OKOK。 ただまあ、あの配信外での通話だけは禁止してる。で、あとメッセージは仕事とか要件以外は全部スルーっていう風にしてるけど、タイムラインとかは全然見ていいし、なんかファンレターは全然 OK だよ。なんか最近もう解放がずっと LINE 毎日送ってきて、おはにゃございますとか言って、明日撮影会やるの、なんか撮影会やるので川口駅に来てくださいとか言って、はぁとか思って、お前 LINE すんなっつったよなっつって、何っつって、何の撮影会って、なんで俺が川口に行くのっつったら、私もフォトグラファーなんです、私も写真撮るので和道さんモデルにするので川口駅来てください、いつにしますかとか言って、バカだろあいつ本当。何がおはにゃございますよ本当。いやもうね、超絶減らってるんだよね。減らってるっていうか、そう状態なの。 LINE すんなっつってんのに LINE バンバンするからね。
いや、ブロックする。あのルール守らない人はブロックしてる。もう LINE どうせ5000人しかあの追加できないから。いやマジうざがらみだよ本当に。でお前が来いって言って電話切ったもん。電話かけてバカかお前っつって、 LINE すんなっつったよなっつったら、師匠ごめんとか言って、お前が来いっつったら分かったって言ってた。ちょっと解放の最近の病気っていうか、そう状態なの。誰か止めてよ本当に。お嬢だよって送って、あのプロフィールページに LINE の送り方書いてある。これやるな、あれやるな、これしてくれって。でもなんか今何してんのとか、そういうのはもうブロック、速攻ブロックしてる。知らねえよとか思って、なんでお前に俺が何してるか言わないといけないんだよ。あでもね、可愛い女の子は写真送ってきていいよ。自信のある子は俺に写真送ってきていいよ。それだけは許すわ。ブスはブロックね。ブスは速攻ブロック。ああブスしかいないんだった。ブスとババアしかいないんだった。残念。おはよう、あっちい、あっちいな。まあ、静香姉ちゃんは可愛いね、美人だよ、ひどいってブスとババアしかいねえだろ。いんのかよ、じゃあ出てこいよブスとババア以外見たことねえよ。よいしょ。あっつい。クリームソーダないか。クリームソーダ飲みたいな。クリームソーダないね。はいはい了解、後で登録しとくよ、ブスだったらブロックしとくからブロックされたと思ったら私ブスだったんだって思ってください。あ、私ブスだったんだって。オッケー。その時はあの察してください。LINE なんか既読つかねえなと思ったらブロックされてるんで。あと Facebook もやってるんでね。あの和戸監督で Facebook やると出てくるんで、Facebook つながりたい人はどうぞ。大丈夫大丈夫。タイムライン見てあブスだわ。あとね、猫がやたら写ってたりとか、子供の写真とか、あとネイルの写真があったらブス確定だから、それもブロック対象だから。やたらネイルをアップするのと、猫と子供、だいたいこれデブだから、だいたいデブはネイル、デブはネイル乗せるから。もう爪を磨くぐらいしかやることがない。痩せることを放棄した。これ大体当たってるから、あ対象だね、そう。自分はさらさないくせに子供の可愛さを利用してあの子供をサムネにするのと、爪以外に綺麗なところがないから爪ばっかりアップする女と、あと猫、大体メンヘラ。いやもう配信何年やってると思ってるんだ。配信5年やってるからね、この法則絶対当てはまるから、黄金法則だから、だからアンコロとか静かねえとか、こういう風にビジュアルに自信のある子はやっぱり顔サムネなんだ。そう、もう偏差値60ぐらいの、もうアンコロとか静かねえとか、もうそう可愛い女の子はこうやってあげられるんだよ。ババアだけどね、配信見てるやつろくなやついないから。可愛いんだけどなんか性格が歪んでるババアだよ、すぐなんか発狂するの。そう、すぐアンチになるメンヘラクソババア。顔はいいけど性格歪んでる。あーもうやめよもうやめよやめよ、ファンが減る
またファンが減る。よいしょ。より目何載せんの？俺自撮りだよ。ひたすら自分をアップロードだよ。よいしょ。トップが自撮りなんだ。じゃあ自信あるんだい。あっちいいな。いいただいま。シルバーね、連絡つかないんだよね。 X さんから連絡来なくなって、放送見に来なくなったから、まあなんか流れたんじゃん、わかんない。 X さんどうしたんだろう。なんか捨て頃の後から連絡取れなくなったね。あんころの連絡方法教えるわけねえじゃん。てか俺連絡取ってねえじゃん、あんころと。ただいま。どうした？熱だ。うん、おはよう。なかなかうまく撮れなかった。また雨降っちゃってさ、最悪だよ、のんちゃん。しかも雨止んだと思って写真撮ろうと思って、台風が終わった。うん、よいしょ。じゃあ今日の放送これで終わりにします。皆さんお疲れ様でした。のんちゃん髪の毛切って可愛くなったよ。お疲れ様。お疲れ。おやすみ。バイバイ、ブス。ブスの皆さん、バイバイ。ブスで、メンヘラで、ババアたち、バイバイ、はい。ありがとう。おやすみ。写真アップするから、ツイッター見てね。写真見、今日撮った写真見たい人はツイッター見てください。OK。今日の写真はツイッター。聞いてんのかよ、ババア。おい、ババア。メンヘラ、ババア。ツイッターフォローしてんのかよ、ババア。おい。聞いてんのかよ、人の話を。ネイルとかよ、指パンパンでよ。指パンパンで、こういう写真あげててよ。指。ドラえもんみたいなこういうサメとか猫のサメとか子供の写真あげてるババアに言ってんだよ。ツイッターフォローしてんのかよ、ババア。うん、聞いてる？頼むよ、ツイッターフォローしてよ、いいね押してよ、うん、よろしく、おやすみ、うん、あとお前もだよ、金持ってるくせにアイテム投げねえジジイもそうだよ。お前らもだよ、収入がそこそこあってね、FX とか株とか自営業とか会社5、6個持ってて、アイテム全然投げて、てめえらもだよ。てめえらもフォローぐらいしろ。じじい。お前らも一緒だよ。ババアだけじゃねえぞ。本当は金持ってるくせに、本当は金持ってるくせにアイテム投げねえやつも。